機動警察パトレイバー新作アニメ2026年プロジェクト始動新機体イングラムプラス設定公開に対するネットの反応を紹介していきます。アニメ機動警察パトレイバー新作アニメ2026年プロジェクト始動新機体イングラムプラス設定公開。パトレイバーが令和に復活とはね。パトレイバーなんちて、お前がチャンピオンだ。カバーや装甲に穴開けるなんてなんなのこのデザイナー。元からだ。ブチ穴をご存じない？世代だな。イジーって何？イジーはイジードライブから？自動運転イングラムが暴走する話かね。イングラムがガンダムみたいなファンシースタイルになってなくてホッとした。アニメより実写版の続きやってほしい。かつてオリジナルレイバー投稿してたエビちゃんがイングラム書くとは。レイバーもすっかり長寿シリーズになるとな。流行った世代がちょうど金持ってる。おもちゃでまくるから金貯めとけよ。長寿というかほぼ死んでたコンテンツが急に生き返った感じ。高齢化してんなぁと自分の手をじっと見る。スタッフに惜しいだけいなかったな。テレビだってたまに脚本書くくらいだったし問題ない。惜しいは一通り遊んだろ、もう十分だろ。よほどのことがない限り見に行くだろうけど、パトレイバーは惜しいがいた方が面白いかもしれない。惜しいは調味料としては優秀だが、ほっとくと全部惜しいしか入ってない料理が出てくるので含有量制限が必要。化石復活させるのはやっているのか。今でもパトレイバーヤマシン英雄伝渡るが新作アニメ作られるんだもんな。渡るなんて地上波アニメだし。やたら古い作品ばかりリメイクされてるけど、もうネタ切れなんかな。少子化で若者が少ないから、中高年受け狙った方が売れやすい。なんかエンタメが煮詰まった時代になっちゃったな。推し守るがやらないパトレイバーか。DV アニメ版ってサンデーの漫画版とは内容違うんだっけ？ OVA、漫画、テレビアニメ、それぞれで微妙に設定が違うからな。映画もには、推しの趣味全開で、これパトレイバーでやる必要ねえじゃん。って感じで、今までの設定が活かされてるんだかなんだか。申し訳程度にニカの連中を出してごまかしてたな。サンモだが、基本はニカの隊員を中心としたコメディであって、レイバーとかはついでなんだよな。昔から結城まさみさんが原作だと思ってたんだけど、そうじゃないんだね。どういうことかわからんので詳しく知ってる人いる？結城まさみが仲間内の企画ごっこというお遊びで設定などを考えたのが最初。そこから広がって井口とかの仲間が増えて作り上げていった。始まりは結城まさみではあるけど一人で作ったわけではない。科学技術的に現実味を帯びてきたから突飛なシナリオじゃないと今時の子には受けないかと。今時の子は見ないので大丈夫。これリアルで見ていた人ってもう50歳以上？45歳は超えてる。当時小学校高学年だったとしても45超え。監督井口なら高山文彦連れてくるかな？引退したのかもしれないが、2017年制作決定、2022年パイロットフィルム公開、2024年新ティザービジュアルイングラムメカ設定パイロットフィルム場面カット一部メインスタッフ解禁、2026年プロジェクト開始、2000年公開矢印いつ？おっさんしか見てないじゃなくておじいさんしか見てないになっちゃうよ。もしくは登場可能な二足歩行大型ロボットが実用化しちゃうよ。リボルバーの口径は何ミリになるのか。大きく見えるけど37です。最初は20ミリだったんだけどな。イングラムの身長が人間の5倍くらいだから、実銃の弾9ミリ ×5 で45ミリくらいが適当なんじゃないかスケール的には。スタッフは同じでもキャラは昔と変えていくのか、正直心配なんだが。ノアとかアスマじゃないってことは、令和を舞台に新しいシナリオでやるんかね？映画なのかテレビシリーズなのか。配信でしょ、白付けの期間限定劇場公開もありそうだけど。伊藤和則の肩書きにシリーズ構成ってあるから、映画一本で終わる感じではなさそう。パトレイバー世界って昭和が80年くらいまで続いてるんだよな。秋風亭が長生き。イングラム、プラス AV98 プラスは、1998年にロールアウトしたイングラムに改修を重ね、特殊二課にて運用されている機体。外見はほぼそのままだが、全体のチューンナップと制御系ソフトのアップデートにより性能的には別機体に近くなっているという設定だ。HOS さえっけたの？イングラムが98年式なのは変わらんのね。敵側のレイバーは金に物を言わせて進化しまくってるからもう太刀打ちできないんじゃ。パトカーなら NSX とか GTR とかメーカーが定期的に寄贈してくれるのに、篠原重工は随分とケチくせえな。警察用が98式のままって篠原重工潰れたんじゃね？25年落ちのレイバーが役に立つのか、それとも劇中で最新鋭機に乗り換えがあるのかな。何十年も前のイングラムを騙し騙し使ってるのは実写と同じやな。
お役所だしなー、インドズはまだ XP やし。年代的にはどうするんだ？当時は2000年未だったけど2024の今過去の年代でやられてもなんか変だし。とりあえず当時と同じく10年後くらいを設定するんじゃない？ 20 年も経過してるのにほとんどレイバー技術変わってないっておかしくね。最新の企画を拒否ったおかげで暴走を免れるみたいな話をお出しするノリの作品なので、今さら10年後の話とかね、あれは90年代だからロボットに夢を見た話だし、今見ても面白いけどな。でも80年代の暑さだけでなんとかしてた時代の作画を今超えることはもう無理だろうな。80年代当時でも1998年は無理がある設定だった。もちろん作り手も分かった上でやってただろうけど。初っ端で西ドイツ出てくるもんな。治安維持って目的なら実際人形の巨大操縦型ロボットは有用だと思う。まあその辺を言及してるけどパトレイバー。軍用として殺し合いで役に立つかどうかってだけじゃないからねこの手の話。未だにアメリカの警官が騎馬隊として警備に当たるのも、群衆に与える心理的効果を狙ってのものだからね。レイバーも無用の長物ってわけではないのよね。そこをどうやって表現するかは作り手側の腕の見せ所でもあるのよね。レイバーって工事用、軍用、警察用しかないんだっけ？民生用で競技用とかないんだろうか？レイバー使ってレースするとかさバトルあり？普通にあの世界の未来の新型が見たかったのに、またイングラムかよって感じだわ。旧式と見せかけて油断させるのが目的だな。後半で新しいデザインの側で登場するよ。最初にお出ししたこのイメージでやれよ。蓋を開けたら随分とさっぱりしたものが出てきたな。その時点では後退した日本社会で淡々と犯罪を取り締まるサイバーパンクにあったのになぜ。肩が角張ってるのは2号機の仕様がフィードバックされた説。ブルバスターみたいなあっさりしたものが出てきそうなビジュアルだな新作。何回キービジュアル作り直しただろうか。結果として昔の劇場版のやつと変わらないじゃないですか。そんなアニメ化まで手こずるものなのか。制作費を稼ぐためにいっぱいイベントやってたイメージある。生活感踏まえたロボでお話はそや大変だろうから、オマージュだらけにはなりそう。こけるかファンだけ楽しむかのどっちかで大ヒットは難しいだろうな。 3D になったことで良い方向に臨場感が出せると良いんだけどね。今の流行としてキャラが可愛くないとヒットするのは難しい。もともとキャラデザでヒットした作品じゃない。もともとロボアニメとしては中ヒットくらいだし。 OVA から始まり劇場版を経てテレビアニメ化してさらに OVA、劇場版、そして実写化もした作品やがな。ロボアニメはガンダムやエヴァがすごすぎてよほどのことがないと大ヒットとは言いづらい感じがある。今回の動画いかがでしたでしょうか。動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。